はい、チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは、三橋貴明です。今日収録日は10月22日なんですけれども、まさに実は本日、ビジネス社から私の最新刊、帝国対民主国家の最終戦争が始まるという本が、まあ、出版になりましたので、ちょっとご紹介したいんですけれども、これね、その経済的な本でもあるし歴史的な本でもあるんですけどね、まあ、この中で実は一番訴えたかったのは、そのまあ日本人が2つの軸のナショナリズムを取り戻さなくちゃいけないですよという話なんですが、これ横軸のナショナリズムというのは、まあ、形成催眠であって安全保障ですね。まあ、安全保障は分かりやすい、あれ社会保障もそうですけどね、要は今生きている日本国民のお互いの助け合い、あるいはつながり、これがまあ横軸のナショナリズムで、まあ、一般的にナショナリズムっていうふうに言った場合は、この横軸のナショナリズムを意味しますね。例えば大震災とかが起きた際には別の地域の同じ国民が助けると、あるいはまあ、これ起きてほしくないけど戦争になっちゃったとなると、それ国民同士が連帯してそれで立ち向かうと。社会保障もそうですよね。例えば私は、まあ幸いなことに医療費ほとんど使わないんですけどね、いや病院行かないってことなんだけど、でも今健康に見える私であったっていつ重い病気にかかるか分かりませんねと、そういう時のために国民皆保険制度ということで国民が保険料を出し合って、それで非常事態、つまり病気や怪我をしてしまった非常事態を迎えた方を費用を負担しましょうという、それが一番分かりやすい社会保障ですけれども、これあれですよね、要は国民同士の横のナショナリズムのつながりがないとこれ成立しえないんですよね。まあ、この本の中でも書きましたけどね、例えば中華人民共和国の、例えば、まあ、今非常にクローズアップされ始めてますが、東トルキスタンの方々、まあ、中国は新疆ウイグル地区って呼んでますけどね、東トルキスタンの方々とかチベットの方々、中国共産党に弾圧されて支配されている方々が、例えば北京とか上海のその肝心のですね、肝心って肝心の肝に、まあ、肝民族の肝ですね、肝心のその医療費とかを賄うために社会保険料を払うことに納得するかってするわけがないですよね。逆もしんないですし、大体例えば北京と上海にしたって仲悪いですからね、彼らは。だからお互いのこう非常事態をカバーし合いましょうという社会保障っていうのは、これはナショナリズムがないと成立しないんですよ。中国共産党は確か2025年ぐらいまでの国民皆保険の導入っていうのを目指してたんですけどね、目指してんだけど、まあ難しいでしょうね。だって国民同士で、まあ、大体中国国民いないからね、人民だからね、人民同士が基本的に争って、で連帯なんてのはまあ全然考えてないと。あれ中国人民っていうのは自分の世界っていうのはまず家族があって、で一族があって、それでおしまいと、国家がないんですよね。大体選挙権もないからね、中国人民ね。そういう状況で国民皆保険で、まあ、強引に導入することはできるんだろうけども、本来的な意味ではちょっと成立しえないなと思います。本来的な社会保障とか安全保障っていうのはもう国民同士の自然の気持ちのつながりね、横のこれで支えるという、そういう考え方になってるんです。まあ、この横のナショナリズムも日本は相当壊れてきてるからまずいんだけどね。もう一個重要なのが縦軸のナショナリズムです。今私たちがこの日本で、まあ、それなりに豊かで安全で快適に生きていけるのは、これは我々の手柄ですかと。違いますよね。過去の日本人の方々が将来のためということで懸命に投資してインフラ整備して生産力を強化して、で様々な安全規制を作ってという形で努力してくださったから、今我々は豊かで安全に暮らせるわけなんですよ。まあ、これも ほころびがどん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 出てきてるけど、まあ、とりあえず他の国に比べたらまだまともでしょうと。で、つまり過去の先人のおかげで今我々が豊かに生きているということは、これ、ナショナリズムの考え方だと、お互い様だから助け合わなくちゃいけない。つまり、我々はこの恩を過去の先人に返さなくちゃいけないんですよ、本来は。でもできないですよね。もういらっしゃらないんですから。
じゃあどうするんですかということで、将来の日本国民のために我々が過去の日本人がやってくれたように努力して投資して、それでさまざまな整備をしていって生産力高めて、将来の日本国民が豊かに安全に暮らせるようにするというのが我々の責務、つまり過去の日本人から受けた恩を将来に返すんですよ。これが縦軸のナショナリズムで、横軸はまあ経済もしくは安全保障と言いましたけど、これ縦軸はもう文句なしで歴史ですよね。歴史、歴史を知らない、あるいは歴史に思いを馳せない場合はそんな縦軸のナショナリズムとかピンとこないですよね、はい、我々は実は過去 の恩恵で今ここにいるんだよというのを理解しないと将来のためにというのを考えないんですよね。でこの将来のためにやるのは何かというと、まあいろいろやるんだけど、一番大きいのはやっぱり投資。投資で、投資について誤解されている方結構いますが、投資ってお金を払うことじゃありません。まあ払うんだけど、そこ本質じゃなくて、資本を投じることを投資って言うんですよ。資本を投じる。じゃあ資本って何なのかというと、これもお金じゃなくて、お金じゃなくて、はい、例えば交通インフラであったり、安定的な電力網だったり、ガスパイプライン網だったり、あるいは水道網、そういうライフライン、あるいは交通インフラですよと。さらにはその上で、例えば工場であったり、建物であったり、あるいは設備、機械、さらには運搬車両とかですね。要は生産のために必要な基盤、ものですよね、基本的には。この物理的な形状があるものを作るのが、これが投資です。で、これ投資って、例えば住宅ローン考えたらわかりますけど、家買いましたと。で、3000万なら3000万払いましたと。まあ銀行ローンだから借りて払うんでしょうけどね。その瞬間何の便益もないですからね。お金出てくるだけですよね。はい。でも、それから長いことその家に住んで、それで居住、快適な居住という便益を買った人はこう思うんですよ。つまり、将来のためにやるのが投資ですね。工場もそうです。はい。例えば、まあ、こういうマウスとかがすごく需要があると。つまり今、生産増やせば、絶対儲かる。絶対儲かる。でも工場の設備が足りないと。じゃあどうしようってことで、工場を建設しようということで、お金を借りてでも今、工場を建設して、それで将来生産することで所得を稼いで豊かになっていくという。基本的には将来のためなんですよね、投資は。防潮堤とかもそうですよね。今、巨大な防潮堤作りました、津波対策で。これ津波が来なかったらコンクリートの塊ですよね、ただの何の役にも立たないんですよ、ぶっちゃけ。でも将来津波が来るかもしれない、その時の住民を命を守るんだっていうことで今お金を使って作るわけですよね。この将来に思いを馳せるということが、まあ、長いデフレの中でですね、日本人はだんだん失ってきてしまったんですね。まあ、典型があれ、民主党が2009年に政権取った時のスローガン覚えてますか？コンクリートより人へ。コンクリートから人へと。つまり、コンクリート、まあ、要は資本ですよね。あるいは生産資産。そういうものを政府はもう作るのやめて、で、子供手当に今はな、皆さんにお金配りますよと。まあ、それで政権取っちゃったんだけどね。でも、それって、将来のことなんかどうでもいいですよと。それより今、皆さんの懐を温めますよっていうような考え方だから、非常におぞましいんですよ、本来は。コンクリートより人へっていうのは。でもまあそういうことを言う人はあまりいないんでしょうけどね。はい。ということで、まあ日本人には投資の魂忘れてったんだけど、それはまあ歴史を失いつつあるからですね。で、これも書いておいたけど、トインビーさん、歴史家の、もう亡くなったのかな？歴史家のトインビーさんが、神話を忘れた民族は滅びるって言ってますけど、我が国こそ、まさに神話の世界から現代にまでですね、高等がつながっているという、世界唯一の国なんですよね。例えばあれですよ。ギリシャ。ギリシャも、まあ、ギリシャ神話という神話がありますから、ありますが、そこと今の、ギリシャ人、ほとんど何の関係もないですからね。はい。大体途中でビザンチン帝国、つまりローマ帝国になっちゃって、その後はオスマン帝国に支配されて、はい。まあ、イスラム化は免れたんだけどね。で、その後、独立戦争をやって勝ったと思ったら、じゃあギリシャ王国作ろうじゃないかと。いうことで、じゃあ、例えばゼウスなりの子孫連れてくるかしら、そんなのいないから。だから、確かね、ドイツのハノーバーかどっかから王子様がやってきて王様になったんですよ。ドイツ人なんですよ、最初のギリシャ国王って。はい。全然つながりないんですよね。でも我が国は違いますよね。我が国は違うと。いうことで、本来日本人こそが、この長き歴史をですね、常に意識して生きることができる環境があるんですけどね。ただ、
そのまあ大東亜戦争に負けて、まあ、GHQ のいろいろな情報工作とかね、はい、まあ、ウォーギルトインフ、ギルティインフォメーションプログラムですか、あるいは日教組とか自虐史家の活躍によって、ある意味で、だんだん日本人というのは歴史を忘れてって、それで神話も忘れてったんですよね。はい、あの私、びっくりしたんだけど、ちょっとあるそのまあ会社で、若い人たちにちょっと聞いてみたんですよ。楠木正成って知ってる？全員知らなかったんです。やばいな、これはと。その時思ったんだけど、でもこれは、あの、日本人が歴史をあの忘れていくこの過程にある、その途中です、まあ、後から、もうほとんど忘れた後に生まれた子供たちだからね、彼らはね、若いっていう、今若者だけど、まあ、しょうがないのかなと。でも思い出さなくちゃいけないですよね。はい。ということで、この本はですね、まさにその文明の始まりから、現代に至るまでですね、その、まあ、二つの、切り口ですね。一つは梅沢忠夫さんの文明の生態史観。もう一つはですね、タンパク質、動物性タンパク質からですね、紐解いていって、で、今まさに始まりましたけど、帝国対民主国家の最終戦争がもう現実に起きてるんだけど、日本何やっとんじゃということで、日本人に必ず読んでいただいて、それで、どうするか一人一人考えていただくために書いたんだけど、まあ、梅沢忠夫さんの文明の生態史観、前やりましたけど覚えてますよ、これユーラシアステップですね、赤いところが満州からモンゴル高原通って、で、そのままウクライナのあたりかな通って、それでモルドバにいたり、ハンガリーにもちょっとあの飛び地があるんですけど、広大な長大な広大なですか長大なですね長大な乾燥地帯、ステップ地帯があるわけですね。これがユーラシアステップ。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。